い、いつもありがとうございます。この動画は前回からの続きとなります。最後に解説も入れていますので、どうぞ最後までお聞きになってください。はい、ですね、みんなチャレンジしたときに壁が見えるんですよね。実を言うと、昔僕は言い訳ばっかしてあんまチャレンジもできない人間でした。チャレンジしてないときは壁が見えませんでした。壁そのものがなかったんです。でもチャレンジしたときに壁が見えました。もし今日来てくださっている皆さんの中で、もし人生の中で壁が見えたのなら、まず一番最初に僕が提案するのは、褒めてください。お、壁が見えたじゃん。何のチャレンジもしないときは壁が見えないんですね。なのでぜひ壁が見えたらチャレンジしてるんだと自分を褒めてください。私はですね、本当に何もできない人間で、いつも怖がってばっかでした。で、よし、何か一つでいいからね、今まで人に挨拶すらできなかったことがね、挨拶一つでもちょっと怖かったけどおはようって言って、そこから全てが始まるのかなと思います。実を言うと、皆さんがチャレンジするときに、どうやらこれポイントだなっていう話があるんですけど、ここさえクリアしたらちょっと一歩踏み出しやすいなっていう話があるんですけど、聞きたいんですか？ありがとうございます。もう皆さんご存知だと思うんですけど、恐怖です。恐れ、怖いという恐れが全てのチャレンジの妨げになっているんですね。で、いろんな方法があるんですけど、その中の一つで恐れをなくす方法があります。それはハイタッチね、ハイタッチ。というわけで、さて、横の人と、ちょっと暗いですけど、ちょっと気持ち明るくしていただいてですね、今から横の人とですね、強制的に左右の人とハイタッチしてください。強制的です。用意始め。イエーイ。いいですね。ブルーブが起きてますね。今私が強制的にいきなりハイタッチしていただいたんですね、皆さんに。でも今ハイタッチした瞬間、みんな笑ってるんです。実はハイタッチ無理やりさせられてもいきなり笑ってるんですね。今見た中でハイタッチしてる人の中で、こういう顔でですね、嫌そうにハイタッチしてる。あ、遠く見えますかね。大丈夫ですか。遠くの方、こういう顔です。そういう顔でハイタッチしてる人は誰一人いませんでした。ハイタッチするときにどうしても無意識に笑顔になってしまうんですね。で、実を言うと、心臓より上に手がある状態、これが恐れをなくす方法だそうです。生物学的にボディーランゲージですね。心臓より上に手があると恐れなくていいって無意識に感じてしまうそうです。世界の宗教美術の中でキリストがいろんな人にいろんなメッセージを送っていますが、そのメッセージを送るときに、恐れなくていいよって合図するときは、キリストも心臓より上に手があります。そして奈良の大仏さんも、ほぼ心臓ぐらいですかね。で、天皇陛下も皆さんにご挨拶するときにこうやってやってらっしゃいますよね。そしてそのシンボルがですね、観音様です。観音様分かりますかね。仏教の観音様なんですけど、観音様はこうしてます。手をこうしてます。どういう意味かというと、恐れなくていいよっていう合図なんですね。で、ハイタッチするときに、先ほどは何気なく斎藤悟に無理やりハイタッチさせられたとは思いますけど、次は皆さん自分自身が観音様になったつもりでですね、自分の周りの人に恐れなくていい、口に出さなくていいです。気持ちの上で恐れなくていいよっていうような気持ちでハイタッチをしてみてください。用意始め。この空気をですね、私なりに感じさせていただいて、今からもう一枚ちょっと絵を描かせていただいてよろしいでしょうか。はい、それではですね、もう一枚観音様の絵を描かせていただきます。写真撮りたい方、あと30秒だけチャンスがあります。よろしかったら撮ってください。30秒後によろしかったら、ちょっとこちら裏返しさせていただきます。
はい、これはちょっと主催者の特権でございますが、じゃあ、はい、吉野さんが取り戻って、はい、今から書くのは、この会場にチャレンジする皆さんが、本当に何かチャレンジするときに、感動様の気持ちになって、自分にも相手にも怖がらなくていいよって。で先ほどのリオのようにみんなで力を合わせてやろう、怖がらなくていいよって、そういう気持ちでねやってください。そして何か会社とかでねいろんなプロジェクトを組むときによかったらねこっそりでいいですよ。で私感動さだよって配達するとちょっと嫌がられちゃうんですけど、こっそりでいいので相手の不安を取ってあげるような気持ちで配達一つやってあげてください。皆さんもよろしかったら、お帰りになられたら家族の方と配達をしてみてください。それではですね、今日今この会場の皆さんを感じてですね、観音さんを書かせていただきます。一生懸命やってます。一生懸命やると、一生懸命やればやるほど陰口を叩く人もいます。ぜひその陰口に負けないで、自分の中の観音様を信じて、そしてみんなの中の観音様を信じて、ぜひ壁にチャレンジしていただきたいです。私もこういう活動してるとね、最高の絵は宗教じゃないかと言われます。僕の絵のどこが宗教ですか
あ、結構です。あの、思い出しようかですね。でもね、まあ僕は基本的には無所得ではあるんですけど、でも実は世の中ね、ちょっと一生懸命やると、あれは宗教なんじゃないのか。ね、一生懸命お仕事するとそれは宗教じゃないのかって言われます。でも実は問題をすり替えてはいけない。宗教が悪いんじゃなくて、自分が正しいと思い込んで人を批判することが良くないんですよね。昔から宗教戦争はありました。宗教戦争は宗教が悪いんじゃありません。ね。人の祈りって美しいんです。その美しい中で、人が頑張ってる姿って美しいんです。でも、その美しい姿に対して、それは違うよって、あたかも自分が正しいと思い込んで人を攻撃する。実は宗教が悪いんじゃなくて、攻撃する心の方が問題なんですね。だから、今日ここにいる人は、どんな否定を受けても、ね、どんな壁ができても、ぜひ自分の中の観音様を感じながらですね、日々過ごしていただけたらと思います。ね、ジャパイモではございますが、私も頑張っていきたいと思います。時間が来ましたので、私のお話はこれとさせていただきます。ありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に伝えた、私の絵のどこが宗教ですかってね、笑うとこですが、確実に滑っていますね。日本人の中でごく一部の人は宗教という言葉にネガティブなイメージを持っている人もいます。しかし宗教が悪いわけではないんですね。素晴らしい和尚さんや宮司さんとか本当にいっぱいいます。ただ歴史の中であった宗教戦争などが、イメージを作っているのかもしれませんが、宗教戦争などは宗教が問題ではなくて、相手が間違っているという偏見が問題なんですね。自分が正しくて相手が間違っているという偏見です。例えばイスラム教の人が、宗教の名のもとにテロをしたということがありましたが、22億人のイスラム教の人がみんな攻撃的かというと、そうではありません。基本的にはみんな平和主義です。ごくごく一部の人が問題を起こしてしまったのですね。その問題を起こした心というのは、相手が間違っているという偏見から生まれたのかもしれません。私の親しくさせていただいている影響力のある人は、そのほとんどがネット上で宗教だなどと書き込まれています。一生懸命な人ほど影響力があるからこそ、宗教というふうに言われているんでしょうね。一生懸命やる人ほど人の壁、常識の壁、時間や技術の壁、また自分の中にある思い込みの壁と向き合います。その壁の高さは人それぞれで比べるものではありません。ただ壁が見えたということは挑戦している。で、その挑戦者としての証です。ロッククライマーという岩肌を登る人の、お話を聞いたことがありますが、まず登る壁に感謝を捧げるそうです。人はこう羽をつけてね、パタパタと空に飛んでいくことはできませんから、壁があるから上に進んでいける。壁こそが一つ上の景色を見せてくれる存在なんだというふうに言ってました。同じようにこの動画で私が伝えたかったのは、壁にくじけることなく、あなたのチャレンジする姿は本当に素晴らしいということでした。今日の一枚はこちら。これからも学びになり楽しんでいただける動画を配信していきます。高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。